皆さんこんにちは、シルエラの宮田です。ミチです。カニです。はい、カズです。はい、ということで、本日ですね、2対2対2やっていきたいと思います。しんどいよ。いや、しんどいですね。どうですか、2対2なんていつぶりですか、皆さん。10月高校生ぶりぐらいですね。あんまりかっこいい姿は見せれないかもしれないですけど、今はね、ある力をね、とりあえず全力で出し切って7ヶ月ぶり7ヶ月ぶり、うん、7ヶ月ぶりの動くの、あ、動くの、 あ、がっつりね、うん、夏にやってるから、あ、そっかそっかそっか、なるほどね。大丈夫そう。5年、いや、もっとの5年ぶりぐらい、もっとのもね、しっかり。でもフットサルコーってフットサルとか言ってんの、ね、ちょくちょくたまに、はい、でもお遊びのやつ、まあ、そうだもん、はいはい、まあ、ちょっと体に夢中4ヶ月ぶり俺。今日、ボールサウンドなんでだっけ、なんでだっけ。いや、いい、マジでいい。社会人で余らおったらしい。これぐらい久しぶりなんでね、ちょっと頑張っていきましょう、はい、で、まあ、ルールなんですけど、多分5だと多すぎるよね。無理、いや、無理っすね。そうだね、やめよう。じゃあ3点選手、はい、ディフェンスにオフェンスは取られちゃったら、その時点で攻守の交代、点を取っても攻守チェンジっていう形で、はい、今回、やっていこうと思いますので、はい、気合い入れて頑張りましょう。はい、それではやっていきましょう。せーの、集中。集中いいか。これゴールはせーの、って上がってたけど、あー、そう、早速入れるわ、早速入れる。せーの、ちょっとさ、そうなんだよ、そうなんだよ、知らないから、知らないから。そうなんだよ、いきなりさ、やってるじゃん、うん、集中。あ、そう、なんのこっちゃわからんよ。確かに武南高校のエンジンなの。武南の場合、こうやって全員で手繋いで、せーのっつったら、みんなで集中みたいな感じです。かっこいい。言葉が軽い。で、ルールの補足、はい、はい、ごめんなさい、ルール補足です。シュートを打つのはペナルティの中のみです。コーンを2つ立ててるんですけど、あそこに当てたらコーン、要は普通にゲットに突っ立ててもコーン当たらない。シロカメラの方向いてないやん。シロットすぎる。どっちだ。カメラこれ見てないといけないね。みんなこっち向いて。アホに話聞いた。俺はいいんだよ。アホだ。俺はいいんだよ。そっかそっか。普通に聞いてるだけ。俺が言ってるんだよ。うん、ずっとこんでる。見えるようにここ開けるとかだったらまだ全然もう当てたらゴールと、で、当たんなかったらノーゴール。いくら枠に入ってもね、あそこの中に入ってもノーゴールです。そんな感じでやっていきましょう。じゃあグッパーでチーム決めようと思います。ほい、いや、ほい、グッドパーで分かれましょう。おお、そしたらじゃあ先攻後攻、じゃああれやれよ、ゴールゴール、あ、いいや、なんだっけ、ないと、あ、見てない、ほら、あ、見てないよ、そういうとこだよ。ボブボブコクボク、だからカメラあっちだ。普通に話してだけ。ボクボブ最初言ったら別に2回言わなきゃ。ボクボブボクボブ、そうで3回、はい、オッケー、でこれ勝った方が決めましょう。はい、先行乗っていきます。ボクボブボクコクボクコクボクコク。コクコクコク。はい、正解でしたね。やばすぎ。超可愛かったね。2人ともカメラに向かってやってる。俺あんだけカメラに向かってやるって言った。さっき俺言ったから律儀に。ボクボブボクコク。今ここでもよかったんですね。そうだわ。オッケー、じゃあ決めよっか。どうする？先行で。先行行こう。いやーマジでさ、左足結構怖いんだよね俺。いや結構マジで俺はお荷物抱えてると思って。確かにね、マジで確かにね。1対2、それは言い過ぎ。1対2でもとりあえず左足が俺シュートじゃないから、うん、いやパスもちょっとわからん。左足使えるか。1回は使う。1回は使う。回数制限あんの。左足やって。俺もどうやったら痛くなるのかって分かってないから。あ、分かんない。そう、なんか変なかけ方すると痛くなっちゃったり、うん、試してるんじゃないか。そう、やって、いけそうだったら、まあ、ディフェンスの時はガチで俺行くよ。休んででいいよ、逆に。言ったら、ガチで。ディフェンスはマジで俺、まあ、じゃあもう、オーバーとかされてもついていかなくていい。ええ、大丈夫。もう、一人で二人に。え、全然大丈夫。カバーいらない。うん、いらない。もうカメラの前で何かやってくれてればいいし。あ、本当？うん。じゃあお弁当食べようか。うん、お弁当タイム。オッケー。よし。
応さ、ほら、樹はディフェンスがメインだった、うん、守りの時は樹が裏の方がいい、多分まあ縦みたいな感じになると思う、うん、そうですね、相手でも横に、あ、そっか、いたらどっちか使えないと思う、そうだね、まあ、バランスよくこう、そうだね、そうだね、カバス、そうだね、みたいな感じだから、うまくやってディフェンスはあれですね、やっていく、で、攻撃、まあもう発想力でいきますよ。発想力で、もうそこはね、もう明日目の発想力を見ていただければと思います。攻撃はもう自由にいくか、そうっすね、背中入ったらもう勝負か、そうだね、そうだね、あと発想力豊かに、そうだね、仕掛けられたらもう仕掛けよう、でも中入っちゃって、そう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 、でしっかりコーンに当てると、そう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 、だからこれ多分仕掛けたもん勝ちだと思うんだよね、一歩目大事です、一歩目大事だね、もういきなりもうスピードでね、よし、それでいこう、よし、オッケー、じゃあそしたら1本目いきましょう、これやばいな、これクソしんどいぞ、よし、やばい、マジやばい、おっさんすぎる、これまずいかもね、挟もうとった、あ、なるほど、ね、そうそうそう、休んでていいよ、逆にガチガチガチ、オーバーとかされても ついていかなくていい、大丈夫大丈夫全然、全然噛み合ってない本ルールちょっとなくします、そこまでいかないもんね、なかなかいかないですね、いかないんでちょっと本ルールなくしてもうそのまま入ったらゴールって形にします、すいません、エリアの中は継続で、うん、継続、あやお前元気すぎだちょっと
シンプルが一番いいですね。間違いない。シンプルが一番いい。ナイスです。ああやってね、俺のね、間合いがね、爪が甘いと、あ、簡単に裏出される全部カツキをする。全く気づいちゃった俺。突き抜けないよ。やめてやめて、ほんとにYeah.
や、分かったよ、分かってたよ、すっごい分かった、すっごい分かった完璧だった、俺は頭の中でもうイメージ違うんだよね、やばい、ね、本当にやばい、絶対今来ると思ったもう終わらせよ、終わらせよ、とりあえず終わらせよ、そうですね、それも全力だから立てていい、立てない、ちょ、ちょ、あー、あ、なんだ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 、ナイスだ、やべ、これ、待って、これやったわ、もう死んでいけない、惜しかった、もう全てのプレイ、ずっと入れてる、やったな、全部一個してんだよね、あれ決まったら全部起きてた、あ、マジごめん、さっき絡めた完全にね、一コマずれやばあれ決まんなかったらもう決まんないわ、うん、負けだもう負けだ もうさ明らかにタリがギャー上げてるの分かってんだよこっちはちょっと1分頑張った今最初やってるよ何だろ何だろ何だろゴリラでいいですやめろ、笑ってない。ガチだ。いやいや。どうした？しゃべんない。しんどい。何本やったか分かんないもんね。ってぐらい、ちょっと回数めちゃめちゃ重なっちゃったんですけど。マジで遅れそう。やばかったよね。すべてのプレイが遅れそう。やばかったよね、ほんとに。ちょっとこれから4人でレベルアップして、
いい動画をお届けできるように頑張りましょう。はい、面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。ダメだよ。全く喋れない。ダメだよもう。はい、それでは次の動画で。バイバイ。